はい、始まりました。ニューヨーク在住のシンガーソングズイフター田村理恵です。本日は317回目の配信となっております。今日はですね、ボックスウィメンっていう、ワークアウトイベントに、出ます。はい、あと15秒ほどで始まります。コースはドゥーシュフランスなんですけど、まあグループワークアウトということで、今日は、FTP ブースター系のやつですね。はい、で8分間ウォームアップでっていう形になってます。よいしょ、今スタートしましたね。なんか私だけいつも飛び回しますね。何なんだろう。よいしょよいしょ。なんかさ、めっちゃさ、一人だけさ飛び出してるんだけどさ、私違うよね違うよね。はい、よいしょ。80、ウォームアップ85ぐらいでやらないといけないんですけど、このぐらいかな。今日はターニュエラスのおすすめのあれですね。よいしょ。タニア・エラスっていう選手のおすすめの、ワークアウトをやっていきましょうという形になっております。はい、8分間ウォームアップ、その後あれですね、グリーンゾーンやって休んで、グリーンイエロー休んで、グリーンイエローレッドみたいな感じで徐々に上がっていくスタイルの、はい、ワークアウトです。全部で44分ぐらいなので、皆さんよかったらお付き合いください。はい、谷さん、ようちゃん頑張りましょう。ようちゃんもいますね。はい、2秒後ろにいますね。あ、みんないるわ。 OK、 なんか私変な動きしてる。大丈夫。よいしょ。はい、ゆいならさん、みくさん、こんばんは、ありがとうございます。よいしょ。ゆいならさんとか谷さんとかわっちっちもかな。これはね、女性限定の方で走ってるんですけど、 B は男性も走れると思うので、あれですね、 B で走ってるのかな。はい、あ、ミクさんもいる。ミクさんもいますね。了解です。やった。はあ、R 石原さんという方も一緒に走られてますね。はい、モリリンはこんばんは。ミートアップ前のアップでお供します。あ、了解です。はい、あ、すごい前にビューン行ってる人いますね。よいしょ。あ、みんなと結構遭遇できてますね、これは。はい、いけるかな。ふう、エルゴモードがオンになってない状況やな、これは多分。よいしょ。お盆になってたらもっと綺麗になるはずですよね、これね。よいしょ、わからん。よいしょ。で、今日はね、この今着てるキットがもらえます。はい、よいしょ、これですね、このキットがもらえるので、よいしょ、はい、頑張って走ろうと思います。よし、自分でワット合わせるよ、苦手やけど頑張っていきます。よいしょ。はあ、で後半私ちょっと喋れなくなるかもしれないので、後半は京子さんが読み上げてくれるかなと思います。はい、ふう、できれば話し続けてはいたいなと思うんですけど、どうかな。はあ、はあ、ふう、We are halfway、 ウォームアップの半分終わったよっていうことですね。はい、ふう、ちなみにね、今日でおそらく、ズイート配信、おそらく1年経ちました。なんと多分今日で1年ぐらいです。はい、ふう、
めっちゃケイデンス下がってるけど いけてるこれ65でこれは続けるのはきついですね、きっとね。上げたいねんけどな。よいしょ。あ、ミクさん27位まで来ました。おお、さすが。よいしょ。あ、しげさんこんばんは、おめでとう、ありがとうございます。はい、もう早いもので1年ですね。ふぅ、317回ってことは結構ほんまに休みなくやってきたんじゃないかなと思います。まあ1日にね2回配信とかありましたが、はい。ふぅ、はあ、まあこの1年で、はあ、あれですね、はあ、エベレスティングハーフとシングルやってきたんですが、なんとですね、明日かな、明日よく仲良くさせていただいてるあのバーチャル VTuber バーチャル VTuber 、VTuber の、西野さんがあの明日エベレスティングに、バーチャルエベレスティングに挑戦されるということで、はい、ぜひね皆さんね、あの西野さんアルプでやるんかな、多分アルプだと思う、多分見てないけど、24時間かけて、エベレスティングをされるそうなので、よかったらチェックしてみてください。はあ、あ、ようちゃんが近く走ってるめっちゃ寄り添ってんじゃんこれはい、あ、これはようちゃんじゃなかったようちゃんどれやろはい、この中に、あ、ミクさんはいたな。ミクさんとようちゃんがこの中に一緒に走っているはずです。はい、女性と、知ってる女性と一緒に走れるのはやっぱ結構テンション上がりますねはい、はあ、あ、チュルリン頑張る、ありがとう、ガバエ頑張るよ、はあ、応援に行かないとね、ね、ちょっとね、私はね、ズイヒトレーシングリーグがあるから前も後も、まあ、前は無理やなと思ってて、はあ、後からやったらギリいけるかな、どうやろうって感じですね。はい、私はいけないかもしれないんで、 TMR からは、はあ、メンバーに任せるよ、はあ、いけるメンバーぜひぜひ行って、はあ、行ってください。で、チャンネル登録してない方は西野さんのやつチャンネル登録しましょうね。ケイデンス、ハイケイデンスしろというの出てたね、これね。ふぅ、110ぐらい持っていいけど、今80ぐらい、やばい、あ、90ぐらいだ。あ、どんどん 3つぐらいで上がっていくよってやつか。オッケーオッケー、ちょっと待ってよ、ちゃうちゃう、よいしょ、だいぶ下げやなあかんや、いんなこれ、むず、95で90W インナーに下げました、もう。ふぅ、よいしょ。でこれ、オッケー、110やな。パワー出すぎんねんけど、何これ。あ、これ。エルゴつけたい。エルゴつけたいねんけど。エルゴモードにしたい。あ、アメちゃん、よいしょ、よいしょ、コンパニオンで今つけた状態やねんけどな、今つけた、よいしょ、むず、ケイ
ーレンス指定系むずいな。よいしょ、こんなもんか。あ、できそうできそう。オッケー。なんとなくエルゴモードやっぱ楽やな。ケイレンス上げろ上げろ。むずっ。よいしょ、95。ミクさんもヨウちゃんもこれむずないですか。上げすぎる下げすぎるわ。95ってどのぐらい、このぐらい。オッケー。このぐらいね。はい。慣れた頃にまた変わんねん、ケイレンス。慣れた頃に変わんねん。これキリちゃんや。キリちゃん久しぶりジャージもらいました。よかった。キリちゃんも出てたね。よいしょ。エルゴがいいですね。そうですね。めっちゃむずいですよね。めっちゃむずい。カスさん練習になる。ほんま。そうね。練習にはなりそうです。80にするんですか。そうですか。ちょっとギア変えるあれないんやろうけどな。意味はないんやろうけど。ちょっと変えた。オッケー。今の感じが最初のやつが4分間ぐらいかな。最後のぐらいで140ワットで踏む感じやね。もう暑いね。わかります。暑い。私もちょっといっぱい、いっぱい扇風機つけよう。暑っ。めちゃむずいねんけど。よっしゃ、頑張りましょう。4分間ですね。4分間。これは別にパワーだけか。OK、 90ぐらいで踏んでいきましょうね。エルゴならギア変えない。インナーでリア真ん中。本当インナーでやっていってたんか。そうなんや。やっぱエルゴモードではギア変えないですよね。変になっちゃうね。てか変えても意味ないしね。OK。 まあなんかエルゴモードしたんで、多分今からは綺麗に踏めるはず。あっつ。私1時間前に起きたんですね。なんでちょっと舐めてたかもしれん。ワークの時いつも短いとね、時間が短いといけんちゃうんって思ってしまう悪い癖がある。一つ、このジャージいいな。いいでしょう。かわいいですよね。淡い色。男性も一緒なんかな。同じかな。藤宮さんこんばんは。今日はようちゃんとミクさんと走ってます。グループワークアウトです。グラフ綺麗ですね。これはエルゴモードですね。クロワッサンさんこんばんは。男性も背中にウィメンって書いてある。あ、そうなんだ。やっぱりこの同じやつなんやね。そこはメンズじゃないんやね。ポムポムさん、日常さんこんばんは。いらっしゃい、ありがとうございます。みんながコメントくれてた方がやっぱり気が紛れますね。
顔面が汗だく、顔面汗だく状態です。よいしょ、走りながらだと疲れますね。でも大丈夫、全然今はまだ心拍も170ぐらいなので。読み上げはコメント読み上げおだけの提供でお送りします。はい、じゃあ読み上げてもらいます。今日はボムボムさんありがとう、頑張るよ。ああ暑い。3.2 ぐらいですね今でね。あと30秒後に30秒間155ワットですね。行くんだよ。30秒間です。 3.7 倍。自分のタクシーはエリドでもガタガタのグラフで回し方がダメなのかもだけど。あ、そう、へえ、タックスだとそうなるんですね。へえ、知らんかった。回し方の問題なんですかね。どんなんやろ、グラフの出方も。あ、もうダメ、ミクさん、嘘だ嘘だ、三味線だ。ミクさんも三味線だ。何も信じられなくなってくる。ミクさん頑張ろう。いや、ミクさんはなんだかんだ私より。カレー出そうですか。まいったな。ミクさんでも私より強いから大丈夫。ミクさんだ。あ、ハルさんありがとう、ありがとうございます。よっしゃ、 Here we go。 ローラーしたんで。いや、もう3時間ローラーしたんですか。それはやばい、これはカレーどころの騒ぎじゃない。続きにフランクの回し方を教えてもらって待ちたいよねを思い出して。スズチュには教えてもらったんですけど、結果自分次第やみたいな結果になったんですね。そうある、のび太さんの M 優位走ってましたね。あ、そっか、確かにミクさん、そうね、アルビノさんのやつ出てたね。見てましたよ、私。途中まで。うちの、TMR からもね、結構、みんな出てたんで、TMR とジールで、ボイチャー、つないで、わーわーやってましたね。お疲れ様です。やっぱ乾燥されたんや、ほんで。お疲れ様でした。ほんでこれ出てくれてるんですか、すごいね。それはもうダメそうですね。ねえ、ミクさん5なんですよ。私は知っていた。舐めてた。やっぱり舐めちゃうんですよね、始める前って。始まって3分だけで、3分で後悔するやつですね、これ。やる気だけ。やる気が出んのがすごい、まず出えへんもん。3.7 倍。
2分間 3.7 倍でおしゃべりできたらいいですね。これ額からの汗がやばい。やっぱりバンド必要ですね。めっちゃ目に汗が入る。ヘアバンドは絶対いるな。40分ぐらいやから大丈夫かなと舐めてました。額からの汗がすごい。みんなどうしてんのほんまに。このあと170やってから190ですね。上がっていきますね。心拍だいたいね、普段から100-180ぐらいなんですよ、もともとね。なんでまあ今まで上がってきたかなぐらいです。切った。ゆきちゃん頑張れ、最後まで。ゆであと25分ぐらいですね。もう半分ぐらい終わってますね。これ終わったら、赤いの終わったら半分です。走ってるよと、それだけが OK。 ほんで
でワークアウトに戻されるっていう。あ、それ読んでたら、あ、もうこんな時間かいな。レストの2分はマジで短いな。あ、短い。ちなみに皆さんお気づきでしょうか、私今日マットが違います。新しいマットになりました。実はあのメンバーの活動さんが誕生日プレゼントにプレゼントしていただきました。ありがとう活動さん。誕生日とこれ1年記念日用やと思ってありがとうございます。ということでまた小さく分かりません。マジか。見えへんか。またじゃあツイッターにも上げときます。確かにあんまり見えへんよね。普段からあんまりマットを見てる人も少ないやろうしで、ね、今までのなんかプレイマットみたいな、なんかなんて言うんだ、からのプニプニのマットだったんですが、カツオさんがいいやつ買ってくれました。防水もしてくれるそうですよ。滑らなくなったりとかするのかなという期待で、熱っ。緑はなんとなくいけんねん。緑はね、てかミクさんチャットが打ててるからもうすごいね。てか最後の赤いところ5倍で踏んでる人いたよね。元々がめっちゃ強いんやろうな。次のやつまであと20秒。またおにごっこに誘ってください。楽しい。あ、本当ハルさんよかった。Oh, hello. Thank you. Thank you for coming. I'm playing Tanya's workout. It's a box women. I'm so happy to get the kit. So pretty. Thank you. But so hard. This work is so hard. ここ楽しんでもらってよかった。またねちょっとだけルールを変更して近々やれたらなと。あ、シュバさん、お久しぶりです。ありがとうございます。やった。いらっしゃい。今ワークアウトしてます。あ、そうなんだ。どうでした？Nice group workout. We love our strong movement for Zwift.It's cool where you are. Is it cold? It's a... どういうことやろ。
そう。あ、ヒアズノットコールド。ヒアズモハード。ソーハード。あ、西野さんいらっしゃい。そうなんです、かわいいんです。それはよかった。お帰り、渋さんバイク。西野さん、明日エベレスティング頑張ってくださいね。皆さんに冒頭でもおすすめしておいたので、あとはチャンネル登録ね、1000人に向けて。これ見てる人はするように、西野チャンネル、なんせ おむそばこんばんは。そう、ワークアウト。あ、ちょっと待って、あと15秒待って。あるからちょっといけるかわからないので、メンバーに言っときましたんで、はい、あやった了解。ゆるさの中にこう激しさがあるんで、結構いつものほほんと見られるのほほんとしてんねんけど、なんやろな、たまに出る西野さんのエスケとエスケと、あのあれ、たまに出る天然がめちゃくちゃいい具合。気温ね、今は20度ぐらいあるかも。あ、そんなない、15度ぐらいですね。今朝の6時半で、朝6時半で15度ぐらいなんで、まあ日中は20度ぐらいいきそうね。今日は暑そうです。そうですね、涼しいぐらい。ズイフトするにはちょっと暑いかな。ズイフトするには10度ぐらいがいいかも。ちょっと高すぎる。
うちゃにゃ。暑い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 。それは。25度暑い。あとワンセットで終わりが。それがきついんでしょ。はいはい。バンドいるこれ、後悔した。額からの汗、もう終わりやねんな言うてね。45分やから耐えれる。レースやったら耐えれへん。
everyone で皆さん最後の一さすがミクさん追い込みますね、すごいな。言い方お疲れ様です。クールダウンですね。りょうちゃんもお疲れ様でした。あ、ジョンマイカー、ハロー、 Thank you。 40分間という間やな。普段はこっからね、こっからって感じやけど、今日はこれで置いといて、で明日ね、あれやね、明日なんや、レーシングリーグなんですね。はあ、こっちにとって明日ね。そう、はあ、終わった。あ、谷さんもお疲れ。乗り心地グッドライド、グッドライドとかかな、これは。Thank you。 はあ、ちゃんとスクールだね、やりましょうね。はあ、はあ、はあ、死んだ。お疲れ、谷さん。ワチッチとかもやってたかな、キリちゃんもやったんかな。はあ、はあ、これね、ズイフトジャパンさんじゃないんですね。公式なんですけど、日本語で書いてくれてるやつですね、これは。Thank you。 緩めやった。強っ。まあまあまあ、でも比較的緩めやったかな。It's not too hard but it's not easy ね。あ、よかったら皆さん、高評価、そして、チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録していただけたら嬉しいです。Thank you。 そう、このなんて言うんだっけ、サブスクライブはチャンネル登録だけど、これ高評価ってなんて言うんだろうね。Like か。 Please hit your good like and then good luck じゃない、 like and subscribe my channel。 So I'm playing Zwift almost every day, so ゆるめって言ってみたい。So Thank you。 サブスクライブ。Wow。 We are subscribed already。 Thank you very much。 Thank you。 So ズイフトレーシング TM。 わからなかった。あ、終わった、終わってた。あ、消しちゃった、消しちゃった。消えちゃった、よし、終わった、 OK、 よし、うん、 OK、 これでじゃあ一回写真を撮って、 So I have Zwift Racing League tomorrow。 So it's 3:17 AM かな、
So I will be I'm going to join team of Jet. So you know so I had a race it's Zwift Racing League. I got sprint points. It's on どこのやつやったっけ？ニューヨークかな？ニューヨークのやつで撮ったんかな？So, ニューヨークの、ニューヨークアフターパーティー。It's a sprint point actually. Oh! 英語全然わからん。あれか、りょうこさんが、りょうこさんがあれか、一緒に走ってくれてたやつか。R 石原はりょうこさんやったんですね。お疲れ様でございました。綺麗なグラフでしたね。エルゴモードにするとすごい綺麗に出るんですね。はい。なんかね、やっぱ和風のキッカーのやつはなんかエルゴモードめっちゃ綺麗ってめちゃみんな言ってる気がする。機材差があるのかもしれないですね。はあ、はあ、そういえば気になってたんですが、アメリカとかはカロリー消費はピザ計算え違うのみんな。え、ピザピザピザ、あ、ヨイナラさんいる、ヨイナラさん、あ、谷さんいる。ヨイナラさん、谷さんがいる。はあ、はあ、あれ、はあ、ジャージが鬼ジャージになってる。ちょっとよいしょ、変えとこう。鬼ジャーなってる。あ、ジャージもらいましたね。ジャージもらいました。よいしょ。You like pizza? I like pizza too. Nice. Yeah, it's count the pizza, slice pizza, right? Yeah, it's so good. I like pizza too. New York pizza is so good. It's and then cheap and then, yeah. Dollar pizza is.The best of pizza of my life. Alright, so our team jersey is this. It's an Alienware. It's a nice jersey. I like it. So we are team TMO. Okay. Ah, Kiri ちゃんもいる。Kiri ちゃんもいますね。よいしょ。はあ。そう、これカウントはピザですね。え、日本のやつは何？違うの？ピザスライス、ピッツァのカロリーじゃないですか？あれ違うのかな？普通にピザですよ。はい、久しぶりに見に来て、ツイフトさんから、あ、oh, Thank you! Thank you for coming! See you soon! See you tomorrow! とかAlright, thank you. あ、日本はおにぎり？マジ？おにぎり？おにぎり計算なん？え、マジ？知らんかった。え、本当？本当？おにぎりで数え、え、マジで？え、見たことない。え？え？ほんまに？マジで？え、気にしたことなかった。え？見せて。その画面見たい。おにぎり、え、嘘なんかい。ちょっと待ってよ。なんでそんな嘘つくん。ちょっと、まあ、あ、谷さんがめっちゃビッツ投げてくれてる。ありがとうございます。139ビッツありがとうございます。嘘かよ。もう信じるんやからやめて。え、おにぎりなんやって思ったやん。どういうカロリー計算と。1個100キロカロリーぐらいやと思うけどなと思って。めちゃくちゃおにぎりの量増えへんかなと思って。思ってたのに。なんやねん、騙された。あ、イグモコさんもいる。イグモコさんもいますね。めっちゃ騙されたやん、マジで、とか言って、見せてとかまで言ったのに。はず。やめてよ。やめてよ。はあ、ちょっと50分まで走ろうかな。ね、50分になるまで走ろうかなと思います。あと1分間ね。はあ、回してきます。はあ、はあ、
いや楽しいなって思ったやんマジかと思って、そんな国によって違うんやとか思ってね思ってもうたやん、アメリカだけなんやって思って嘘かよ嘘かよ騙されたやないかなんやねんもうめっちゃ間違えたっていうか、めっちゃ騙されたはい、ということで、じゃあ、はあ、もうすぐ終わろうかなと思います5秒、はあ、はあ、よかったら皆さん高評価最後に押していただけたら嬉しいです。はい、じゃあ止まろう。あとはですね、明日は音楽配信です。はい、音楽配信が9時から夜の9時から行いますので、アメリカは消費カロリーの狂気が消費ピザの狂気なのかと、あ、でもどっちも出てきますよ、どっちも出てくる。これ消す時に普段からってことですか。これは多分みんな出てきますよね。これね、どっちも出てくる。普段はズイフト以外はそんなことないと思いますけどね、多分あ、普段の話、普段はいや普通にカロリー、キロカロリーで出てきますよ。はい、まあキロカロリーで出てきたら、ピザ何枚分かなっておのずと考えちゃうかもしれませんけど頭の中でね、あ、これピザ何枚分やなみたいなねことは思うけど、普段はそう普段は普通にキロカロリーです。このズイフトさんがピザが好きらしいんでズイフトがピザが好きやから多分ズイフトになってると思う。ピザになってるだけやと思います。はい、ピザが好きなんでって言ってたんでそうだと思います。はい、あ、ようちゃんまたご一緒しましょう。こちらこそ。はい、ミクさんとね、ようちゃんとあとりょうこさんもね一緒に走っていただいてました。男性だとよいならさん、谷さん、わっちちきりちゃんかな、いごもこさんもいたな。はい、他にもいたらごめんなさい、漏れてましたかね。はい、ということで、今日は、ボクセビメンのツアーワークアウト1、ターニャ・エラスの、ビメンズオンリーを走りました。はい、で明日は音楽配信が9時からです。明日はね、夜から西野さんが、バーチャルエベレスティングねされるそうなんで、よかったら私は一緒に多分走れないかなと思うので、TMR からもねたくさん応援に行っていただけたらなと思います。はい、よくね来ていただいてるので、はい、皆さん行くようにそしてチャンネル登録ね、私のもしてほしいし、西野さんのもぜひ1000人、もう少しで1000人だそうなので、はい、何かねお互いにこう力になれたらなと思います。はい、ということで、あ、はるさんも出てた、はるさんも出てました、はるさんも出ててあれか売ってくれてたんか、お疲れ様ですはるさんもお疲れ様でした。はい、ということで、じゃあ今日はこの辺でしようかな。はい、ということでめっちゃ言うやんあとは言うことあったかな、特に大丈夫ですね。で、あとは明日その深夜ですね、深夜の3時17分から、ズイフトレーシングリーグやります。リッチモンドか、リッチモンド5周頑張ります。はい、もう頑張って完走を目指してね、5周頑張りたいと思いますので、よかったらゴールデンウィーク中だと思うので見れる方はねぜひ見ていただけたらなと思いますが、私は何もできないかなと感想ぐらいしかできないかなと思うので、他のメンバーをね応援していただけたら嬉しいかなと思います。はい、ということで、本日は皆さんお疲れ様でございました。たくさんねご視聴ありがとうございました。また、明日9時からお会いしましょう。バイバイ、ありがとう。